何撮る？スタート。ちょっとやばいって、もう本当に何も決めてないですよ。今のも使って、今の君の顔も使って、え、どうしよう、回しちゃったけど、みたいな。お前が押したんだよ、今。本当に何も決めてない。なんで本当に回すんだよ、じゃあ。回すなよ。そういう時もあるさ。そういう時もあるさ。本当に回しやがったもんな、今。そういう時もあるさ。ちょっと何話そう。ちょっと部屋のあれを変えたいっていうのはあるけど、うん、今日じゃねえもんな。今日じゃないよ。まあだから、うん、いいんだよ。とりあえず回してみましたよ、今回の回は。もう出たー、たまにあるやつ。とりあえず回してみましたの。ここが俺らの本領の発揮するべき場所だから。いや、ここで頑張って話ができるかどうかで、もうその能力だから、俺らのそれが能力だっていうことに気づく動画です。意味わからん、意味わからん。あ、やっぱり芸人さんすごいなっていうのに気づく動画です。なんだよ、いやもう知ってるよ、それは。芸人さんすごいのもう知ってんだよ。気づいてるし、分かってるし。あ、そう、うん、そういうもん。そうだよ、そういうもんだよ。そういうもんか、うん、いや、急に回すな、本当に。まあね、だから、うん、何ですか。あれ、俺のラグビーの話した？聞いてないよ、ね、ラグビーやってんの。やってない。すぐ吹っ飛ばされた。そんなひょろひょろのおじさんが。急にラグビー始めた。違う違う違う。何？あれ俺話さなかったっけ？ラグビーの話？してないか。生配信かな。いや、俺さ、うん、全くスポーツ見ないじゃないですか。見ないね。野球多分1回から9回も多分見たことないんですよ。多分。俺まあさすが俺もないよ、野球は。あ、ないんだ。野球もサッカーもないよ俺。あ、ない。そうだ、うん、多分本当に見ないんですよ。うん、全く。うん、オリンピックとかそのワールドカップやってても見ないんですよ、うん、だから俺見なさすぎて、うん、あれ前も話したかもしれないけど、うん、その友達がもうパブリックビューイング誘ってくれて行ったの、はいはいはい、スポーツバーに、スポーツバー、ね、サッカーのワールドカップの時、うん、分かんないから盛り上がりポイントが、うん、俺のペースでビール飲んでたら後ろからクソでかい180センチぐらいの人にタオルでバーンやられてお前も応援しろーってやばい、怖、怒られて、怖、それから俺もうビクビクした。みんながわーってなるたびにわーってやって俺怒られないかなっていうのに俺3000円ぐらい払った経験があるから、もう本当にスポーツもう嫌になっちゃった、そっから見たくないって、うん、もうパブリックビューイング絶対行かないって決めたし、うん、もうそのなんかもう嫌だってなって、うん、そのなんか逆に意地も入っちゃってもう嫌だってなってたんだけど、うん、ラグビーはさ最近その今やってるじゃないですか。やってますね。ちょっと見たいと思った。見たのじゃん。この俺が見てないの。その話なんですけど、ニュースとかはね、ついてるわけですよ。奥さんがその見たりしてるから、はい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 、だから僕もその作業の合間にリビング行って、うん、まあ飲み物飲んだりしてる時についてて、うん、あ、ラグビーそうすごいやってんなと、うん、あと何日あと何日、うわうわうわすげえなんか日本盛り上がってんじゃん、うん、では前回がすごかったんだよね、うん、五郎丸の選手の時に、はいはい、五郎丸の選手ね、五郎丸の選手の時に五郎丸選手でいいのか、うんうん、五郎丸の脳以外、なんで脳入れた今、うん、ゴルマルさんが、うん、まあ、すごかったって、うん、で、なんかあれ快挙だったんでしょ、うん、すごいとこに勝ったんでしょ、うん、あれってなんかやってたね。で、その時やっぱチラッと見てたじゃん、あれ俺ネタやってたから、うん、なんか動画上げたから、はいはい、やっぱちょっと見てたから、はいはい、その多分意識があったんだろうね、うん、なんかちょっと興味があってのこの4年越しのワールドカップってなって、うん、ちょいちょいそのリビング行くたびにこうついてたりしたから、うん、見たいと、うん、この俺が、うん、スポーツ、うん、で、しかもなんかちょうど見たいんだろうね、多分サッカーとかは、うん、そういう経験があったから多分もう嫌なんだよ、うん、しばかれた経験が、はい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 、でやっぱ野球もなんかちょっと昔テレビを無理やりついてて実家時代に、うん、なんかそのやっぱそれがあってもうなんかちょっと嫌だ、ね、自分の見たいの見れないみたいな多分あるからなんか見たいってなんない、うん、でも兄弟がその弟がボクシングやってたから、うん、それは生で見たことある、はいはい、で格闘技はだから弟の見たことあるのよ、はいはいはい、けど K1 とか怖いから見たくない、はいはい、でもちょっとスリルはやっぱボクシングで見てるから知ってると、うん、なんかそのなんていうのちょうどいいとこなんだろうね、うん、格闘技でもあるし、うん、あれってもうラグビーって、うんうん、であとなんかかっこいいじゃん走ってってドンってもう分かりやすい、うん、中のルールは難しいから分かんないけど、うん、だからなんかそのなんちょうどいいなんていうんだろうなバトル感というか、うん、なんだか格闘技すぎるとちょっとグロいというかリアルすぎるから、はいはい、殴り合いだからちょっと怖いじゃん、はいはい、けどでもバトル要素があるというかでもただの球技じゃない、うん、球技は球技なんだけど、接触あるしね、でちょっと球技の面白さみたいなのがあるから、うん、なんだと思うのよ、うん、俺の中で、うん、興味を示されたのが、うん、それで見たの当日、うん、よし、うん、やってるぞ、うん、キックオフ、うわー、うん、
で、あと何選手だっけ、うん、あのね、ハットトリック決めた選手を、うん、ドーンって、うおーすげえってなって、うん、ただ、うん、夜8時、うん、あ、ジュニアのお風呂の時間だ、もうこれ以上音が鳴ってたら消さなきゃ、あ、でも TVer で見れるらしい、はいはいはい、あ、TVer ってすげえ、はいはい、TVer なら見れるわ、はいはい、ピッて消しました、うん、お風呂入れます、うん、上がりました、はい、TVer よし、うん、見よう、ねえのかよえTVer でやりますTVer でやります言ってたの言ってたの、うん、1ミリもねえ TVer、うん、時間差があんなんじゃないんだからもうちょっとで見たの、うん、日本戦以外あるなめてるなるほど俺のあの土地だから1点だけ入れたのを見て、うん、1点で1この何あのドン、タッチダウン、タッチダウン、トライか、うん、トライ、タッチダウンはあれだアメフトだトライ、うん、トライ入れてうおーなって、うんで、じゃ見てないのその後。その後見てない。ニュースで、あの、ハットトリックだけ見た。わあ、すごいんだなって。なるほど。で、ニュースのハイライトだけ見れるかなと思ったけど、それすら見えてない。なんだ。だから、ただただ、うん、ラグビーが見たい欲だけが俺はここにあるの。何それ。そう。だから次やるでしょ、ま、だそれはもう絶対録画しようと思って。まだやってんだ、あれ。あれ、ワールドカップだから、うん。で、そう。あの、なんかちょっと他の球技と多分違うなと思うのが、すごい感覚が開くのね。やっぱ格闘技だからなのか。うんうんうん。格闘技格闘技っていうじゃん、ほぼ休憩っていうかそれがねそうそう、あの要は例えば1週間ぐらいなの、はい、次の試合、はい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 、普通の多分球技ってこう結構やるよね、うん、多分分かんないけど、うん、俺はちょっと分かんないけど、うん、そうだから1週間今日、うん、あれ今日じゃないいやいやそんな急今日やんの録画するって言ってて俺まで録画し忘れてるしなきゃじゃんそう、うん、っていう話でしたはいラグビー見たいよって話見れてねえんだから俺で、ちょっとそのつながりでいくわ、うん、で、同じ感じで、うん、まあ見れなかったとラグビーが、うん、で、次の日、うん、何がありましたかって話ですよ、うん、何キングオブコントですよあー、見てねえ俺、うん、で、キングオブコントやっぱ俺毎年見てるし、うん、まあ毎年録画もしてるから、うん、まあちょっとあれ何時だ6時7時か、うん、で大体ジュニアのお風呂がもう8時って決まってるから、うん、大体ね、うん、7時半から8時ぐらいって決まってるから、うん、まあ途中まで見ようと思って、うん、でドブロックさんあのもう話題のネタ、はい、1回戦のネタクソ面白いクソ笑ったね、うん、1回戦見て、うん、でその次の組まで見たのかな、うん、でまあ止めてでまあ録画のね予約もピッてついてる、うん、あもうこれは大丈夫だ、うん、でしかも TVer でもやるって言って TVer っていうかそのあれでね、はい、他のネットでもやるよし大丈夫だ、うん風呂入れます、うん、出ます録画もできてもねえし TVer もねえそんなことある2日連続嫌われてんじゃんって何それすごい嫌われてんじゃんテレビから何しかも録画できてたのがあのリアルタイムで別のなんか、うん、なんか金曜なんとかとかの方を俺毎週撮ってんのあれ映画やるから一応そっち優先しやがってキングオブコント撮れてねえ意味な最悪意味ねえじゃん最悪って思って全然意味ねえじゃんじゃん意味ないんすよ、うん、ちょっとだからもう難しいねテレビってってか なんでもっとなんかネットになんもうもどんどん取り遅れちゃうよっていう、うんまあ、今だから TVer とかやってるからそれを今やってんじゃないそういう風にしてこうっていうのをさもっとやった方がいいよだって YouTube だったらさポンって上がってます、うん、いつだってどこだって見れるわけじゃないですかまあねまあねでいついつに放送 TVer でいやそれじゃもう意味ないって俺の意見よ。TVer がちゃんとしてくると多分ね、結構強いんじゃないって言われてるよね。それは思う。本当に。本当に Netflix とかそういうのに対抗し、うん、YouTube にすら対抗してくる、うんうん、めちゃめちゃ強いアプリになると思う。なんかね、多分ね、わかんないけど、やっぱテレビって古いから、うん、遅いんだろうなって思う。まあまあまあ。上の結局偉い人たちが結局ついてこれてないからっていうのは。10年後とかにでもわかんないよね。だからその頃にはもう別のプラットフォーム来ちゃうぜって思うよね。まあね。正直ね。どうだよ、いやもうびっくりした、もう何にもなかった、うん、と思って何にもないじゃんなんか、いや後で見れるからって思った、うんうん、俺を一回ちょっと、おいってやりたいんだよちゃんと録画確認しましょうそう、だからもう、ああもうそれはこれテレビ離れ深刻化するなって思ったの、まあね、その件で、まあね、いやだって不便なんだもん、うん、結局ね、うん、そう、結局そのなんつんだろうなもったいないなって思って、うんまあ、しょうがないよ、それは。ねえ、だってあるまだあんの
唯一その TVer で見れたのが、キムが言ってた、あの、テレビ千鳥。見た見た見た、めちゃくちゃ面白い。いや、めっちゃ面白いでしょ、あれ。あれはいずれやりたいんですよ、めちゃくちゃ面白い。うちで絶対やろうと思ってます。セカンドよ、あれ。セカンドよ。あれは絶対やろうと思ってます。あれは面白いね。うん、もう絶対面白いから。やっぱないよなぁ。ないんだよ。しかもこれ、あの、全番組があるわけじゃないのね。そうそう、ないのあるから。そこもったいないなと思ったね。そこ取りこぼさず全部取り切れば、めっちゃ強いよね。そこ、すごい強いよね。いやちょっとそこをなんとかすればいいのにって思うよね。うん、なんか、いや、大人の結局その事情なんだろうなと思うんだけどね。まあね。だからこれが絶対それをうまくいく画策は、絶対ある人はあると思うね。ただ多分上がゴーって言わないんだろうなって思ってる、ね、勝手に。ねえ、これもったいないよね。こんだけさ、いろいろあんのにさ。もったいないんだよ。めっちゃ見たいやつがないっていう、ね。そう。俺もないもん、いつも見るけど。そう。はい。そう、だから俺も TVer あんまり普段使わないんだけど、うん、ほぼデビューに近いです、これ、うん。ワンピースのやつ前見るためだけに一回や見て、はい、あと使ってなかったのよ。で、TVer はいいよ、面白い。テレビ視聴者さんだけ見て、絶対。はい。テレビ一撮りアプリ。はい。セカンドやりますから。あ、そうなんですか。はい。はい、終わりです。はい、時間が僕ないんで、はい、急ぎたいと思います。じゃあもう一本撮りたいと思います。いや、もうやばいんだよやばいんだよ。はい、はい、という話でした。はーい、おしまい。